シャケイタカは台湾のカレン県出身の元プロ野球選手。左投げ左打ち。1998年に台湾職業棒玉大連盟の対中混合に入団。2002年にはチームを優勝に導き MVP に輝く。オフの10月に開催された富山アジア競技大会の野球チャイニーズ台北代表に選出された。同大会では 準優勝を果たした。2003年に TML が中華職業棒玉連盟と合併したため所属する野球リーグが変更、対中混合と雷雄志の合併によって生まれた誠大太陽で引き続きプレー2004年8月に開催されたアテネオリンピックの野球チャイニーズ台北代表に選出された。2005年最多本類だと 最多打点の2冠を獲得する。2006年開幕前の3月に開催された第1回、ワールドベースボールクラシックのチャイニーズタイペイ代表に選出された。オフの11月から12月にかけて開催された、ドーハアジア競技大会の野球チャイニーズタイペイ代表に選出された。同大会では優勝を果たした。2009年、ヨネススムアの解散に伴い、 高能ブルズに移籍2010年に発覚した台湾球界全体を巻き込む八尾町事件で高能を解雇された。本塁打を打点王経験を持つ台湾球界最高の左のスラッガー。誠隊では4番打者、代表でも中軸を打った。かつて肩の故障で野手に転向した経緯があり、肩は標準以上。しかし、 守備範囲は平均レベルで、センターとしてはあまり広くないが、外野守備は無難にこなす。一類守備は堅実で、送球処理が得意であり、ゴールデングラブ賞も受賞している。ありがとうございます。